はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。こうた様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。メール党員懇親会やります。ご応募ください。チャンネル登録よろしくお願いいたします。これ最近言ってなかった。外国人客の対応は怖いし、面倒だった。川口市の中古品買取店、お宝屋、経営者、男性50歳と妻44歳を書類送検。家族経営みたいなんですけれども、これ、支店で、本部、お宝屋チェーン、古物中古品買取チェーン、お宝屋の本部とはまた別で、この川口支部支店の経営者と妻、を書類送検。トルコ人から170万円で金貨を買い取る際に、身元確認せずに帳尻を合わせるため書類を偽造、金貨は空き巣の盗品と見られている。昨年夏に捕まったそうであります。で、捕まったクルド人が、あそこで売りましたって白状したんでしょうね。そうでないとなかなか特定するの難しいらしいんですけどね。この買取店の免許更新っていうのがありまして、警察署で行われるんですけれども、年に一回ね。で、あれだって、盗品、疑わしいってなったら、通報義務あるそうです。これをですね、延々年に一回言い聞かされて、ビデオを見せられて、という話なんですけれども、あとですね、通報を怠った場合とか、懲役半年とか、懲役刑まである、結構重い、盗品を扱うことはらしいんですけどね。世論です。またクルド人か。川口市のトルコ人ってクルド人しかおるまい。マスコミが悪い事件でトルコ人という時はクルド人の犯行だよな。だって捕まったのクルド人だもんね。空き巣で古物商免許取り消しかな。まあ取り消しだろうな。グルじゃないのか。足元見て買い叩いてたんだろう。盗品と知りつつね、なんかうさんくさいと思ってたら案の定、お宝って盗賊感出してるのか。ここは支店だが本部も捜査対象なのか。まあ本部にも連絡行くでしょうね。他でそういうのを願ったかみたいな、そういうのあるでしょうね。本部震え上がってんない、これ。これ盗品だと分かって買い取ってるじゃーん。まあね、トルコ人が金貨持ってきたら170万円、まあ買い叩いて買い叩いて170万円で、まあ本当は300万円分ぐらいあったかもしれない。逮捕されるときはトルコ国籍。川口のトルコ人はクルド人っていうのは常識ですよね。買取店、は買い叩けるし、クルド人窃盗団はなんせ元でタダだから、盗んだやつだから、だしでウィンウィンですね。このニュースでですね、全国の買取店さんがクルド人や身分証出さない外国人からの買い取りを忌避、避けるようになるといいんですけどね。うちじゃ引き取れないって、断れる、断るようになるといいんですけれども、盗んだ桃とか、盗んだ電線とか、不法滞在者の生活費になってからね。この夫婦は見せしめにですね、買取店免許を一生取れない刑とかにね、一旦取り消されると、取れないものらしいんですけれどもね、あんたはダメということに処されてほしいですね。不法滞在者が日本で産んだ子とその保護者、つまりその不法滞在者だね、に法務大臣の権限で特別在留資格、略して特在を与えることが昨年8月に決まってですね、ぼちぼち実行され始めたというニュースありました。これでやっとなんとかなれたみたいな喜んでる連中のあっち寄りの記事なんですけど、川口市のクルド人201名が対象。そんなにいんのか。日本人、違う、日本で生まれた未成年者、特在条件のですね、児童や保護者に前科がない、の結果約140人にまで、減りました。61人はじゃあ本人か保護者に前科があるっていうことになるのかなーっていう世論です。やめろ、闇深すぎ、終わりの始まり。頑張れ自民党、日本人に負けるな。
クルド利権絶対あるよね。不法滞在の時点で前科持ちだろうが、変な前例作ったらどうなるかって分かってないのか、次は何を要求してくるのか、相関しろよもう。いよいよ川口独立への大きな一歩を踏み出した。さっさと追い出せねえから乗っ取られてんじゃん。こいつらが問題を起こしたら法務大臣が全責任を負ってくれるんだよな。無理やり連れてこられたって言い出すのはいつかな。そのうち言い出すね。数十年経ったら無理やり連れてこられた、本当はトルコにいたかったのにみたいなね。今回だけだぞってしないと、不法滞在者は出産すれば勝ち。何があっても出産すれば勝ち。つまりですね、妊婦の状態で来日するなんていうのも可能だわな。事態になりますね、これね。今回だけだぞってしないとね。何考えてんだろうね、自民党ね。不法滞在者でも、帰化できるようにしろって言ってた、石原伸晃、気違いですね。とか、妙にクルド人を擁護する和田政宗とか、だまり決め込んでる新藤さんとか、絶対自民党にクルド利権あるよね。パーティーンしこたま買ってもらえるとかね。献金は外国人なら無理ですから、まあ、代理通せば可能ですけどね。クルド文化協会、テロ支援組織に指定されて、トルコの資産凍結された、日本クルド文化協会なんかを通して、献金すればできますけれども、できねえのかな、できんのかな、前科がないことを条件に言って何言ってんのっていうのに、不法滞在の時点で犯罪者なんだから、何言ってんだろうね自民党ね。頭悪すぎるよな。10年ぐらいで帰化したクルド人市会議員の誕生ですかねこれ。あと10年でインドから帰化したのが当選しちゃった江戸川区みたいにね。次は何を要求してくるのか。川口市に土葬墓地作れって言ってくるよ。でもってそれ税金で運営しろ。公営の土葬墓地作れって言ってくるよ。多分子飼いの議員使ってね、帰化したクルド人の議員とか、あとは献金で、頭を押さえつけてる飼ってる議員、使ってね、土葬墓地作れって言ってくる。クルド人に住み着かれちゃった川口市、本当に気の毒ですね。昨年の人手不足倒産が過去最多になったそうであります。これって人口減少に合わせて企業の数を調整する動きで、何も不自然じゃない現象なのでは？なのでは？なんせ人口減ってんだからさ、人口に見合った企業の数ってあるでしょ？そりゃ、人口何万人しかいねえのに、ラーメン屋ばっかり1000軒あるなんて言ったら、それは過剰なわけで。だが新たな利権作りに燃える自民党と、新たな天下り先作りに燃える官僚ども、在留資格、特定技能の対象にですね、自動車運送業や鉄道、林業、木材産業の4分野を加えることを検討。自動車運送業とか、鉄道は、バス、タクシー、トラック、電車も、運転手も外国人って、いうことを想定だそうであります。そういえばですね、物流業界の人手不足がですね、深刻と聞いてましたけれども、自民党に献金しますから、パーケン買いますからって泣きついたんですかね。で、よしや外国人、できるようにしちゃるわいうことなんですかね。世論です、やめろ。なし崩し的に移民国家にしようってわけだな。日本人の賃上げする気ないだろう。いつまで経っても日本人の賃金が上がらない。こうやって移民政策が進められていくんだね。低賃金を維持しようとしながら、デフレが問題とかよく言えたもんだな。何が技能実習で奴隷が欲しいってはっきり言え。物流業界の人手不足は賃金不足なんですよ。要するに年収1000万でタクシー募集したらたじまじもありますよね。今は苦しいかもしんないけど、今後は人口減ってくんだから、需要減ってくんだからさ、無理して外国人で埋めようとすんなって。日本人の賃金上昇にも水を差しますよね。働きたいですって手上げるやつ多かったらば、賃金安くなっちゃうよね。バカだな、自民党って。自民党が人口維持を諦めてですね、外国人で穴埋めしようとしてるのは、武見厚労大臣の発言でバレてるしね。労働人口の減少で外国人労働力の確保は今後ますます重要とか、
ほざいてくからね、埋めようとしてんだね、これね。外国人で。国籍も永住権も、どんどん上げますっていうのが移民政策なんで、まあそこまでは言ってないですけど、自民党はですね、今のような考えなし、利権優先、ことなかれ、いい人ぶりたいって脳みそだと、いずれそうなる、移民政策始める。日本が日本人の国じゃなくなりますよ。小野田公さんみたいな、脳みそ、わかってる人、杉田水脈さんみたいな、高市さんみたいな、わかってる人が、ちょっと上に来ないと、無理だな、自民党。なんか裏金作りばっかり、一生懸命やってるような、汚い昭和のおっさんたちが、幅利かしてるようじゃ、ちょっと無理だな。これ、治らないな。どんどん悪くなる一方ですよね。外国人、増える一方ですよね、これね。300万人だっけな、今。300万人いるんだっけかな。で、そのうち200万人が労働者として働いてんですけれども、外国人ね、今日本国内、5% で騒ぎ出す、10% で暴れ出すっていうのが私の持論ですから、もうちょっと増えたら、とんでもないことに始まると思います。ヨーロッパみたいに暴動を起こしたり、街壊して暴れたりするようになったと思います。そうならないと、わかんないんだろうな。多分自民党の昭和のおっさんたちは。その他のニュース。東アジア反日武装戦線の桐島さとし死亡。そういえば入管はさとしを知れってプラカードを掲げてさ、バカなやついたっけな。25日に名乗り出たのに早い展開ですね。まあ20年もぼっち潜伏で話してもらう背後関係もなさそうだしな。支援者もいない、支援団体もいない、みたい。49年も逃げててさ、自首してたら、とっくに刑期終わって出てきてたんじゃないのか。惨めな方の人生を選択してしまいましたね、この人ね。住んでた古い木造住宅は6畳の部屋。で、ストーブと布団しかなかったって。冷房もテレビもスマホもネットもないセルフ独房のような生活だったみたいであります。テレビは会社で見る程度。何なんだろうね、一体。セルフ独房。森林無許可開発など、違法太陽光発電施設は149箇所に達しました。2割。だから、まあ、30箇所ぐらいが是正されていない。業者が逃げたのかな。残された太陽光パネルってどうすんだろうね。しゃあないっつって自治体が税金で片付けするんですかね。私は都知事選に出るつもりですけれども、東京都は太陽光発電禁止を公約にしようかと思っております。燃え上がったら消せないらしいし、燃えてる最中も発電し続けてからうかつに水かけられないらしいんですよ。あとはすごい勢いで燃える、東京みたいな過密なとこでとんでもないですよね。家混んでんだからさ、中国ばっかし儲かるって聞くし、世界中の太陽光パネル8割が中国製だっちゅうし、ウイグル人が強制労働させられてるって、聞くし、今あるのを撤去しろっていうのは、まあ難しいから、新規設置禁止で、いずれなくなるのを待つと。寿命20年ぐらい、10年、20年ぐらいって聞きますからね。太陽光パネルの周辺部品を作ってですね、儲けてる日本端子、河野太郎一族の会社です。株主、非上場で株主10人しかいねえって、河野太郎、河野一族ばっかり、にです、もうですね、ダメージ通るしね。なんかですね、私の河野太郎裁判なんですけれども、裁判官1人から裁判官3人の合議制になったじゃないですか。だから、なんか最初に付けられた裁判番号も変わるかもしんないって、別な裁判として始まるみたいだ、いうことらしいんですけどね。まあ詳しいことが分かったら、すぐにお知らせしますけれども、国連パレスチナ難民救済事業機関の職員12人がハマスに関係し、取り調べを受けていることを受け、日本を含む10カ国が拠出金を停止、ラザリーニ事務局長、ガザの200万人が
どうなってもいいのか金くれと訴える。だってあんたらハマスの協力者じゃんね。つまりあのテロ支援組織でしょうが、テロ支援機関でしょうが、それにそういう時こそアラーが救ってくれるんじゃないの。なんで異教徒の金にすがんだよ、甘えんなよっていう話ですよね。ふざけんなって話。小学4年生の水落ちか水落ちかどっちか、高進くんか高見くんかどっちか、あちょっとどこにも読み仮名載ってる記事がなかったんでわかんないんですけれども、史上最年少で宅建合格。すげー、これ宅建の教科書なんつっても問題なんつっても習ってない感じあるんじゃないか。小学校4年生っつったら 5,6 年で、習う感じもですね、教科書に載ってて試験問題にも出るんじゃねえ。すげえなー。次の目標は15歳ぐらいで司法書士取りたいんですって。すごい子もいたもんだよな。したらあの18歳ぐらいで司法試験弁護士、もう通っちゃうかもしんないな。今は年齢制限あるんでしたっけ。今はあれでしたっけ、あの法学部通わないとダメなんていう、縛りできちゃったんでしたっけ。すごい子もいるもんだな。中国愛国教育法施行、全人民に中国共産党への愛を義務付けるだって、愛を法で強要するってメンヘラかよって、あるいはストーカーかって、愛を求めんなって法律でって、何が義務付けって話なんですけど、自分らがどんな恥ずかしくて惨めなことをやってるか言ってるかどうせ分かってないんでしょうね、こいつら。中国共産党も末期だな、俺は。末期感がすごいな、って、思いました。というわけで、メール党員さん限定更新2回、ご応募なさってください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。